さあさあ、東京理科大行ってみたいと思います。本日の長文の全体像はこういう感じです。段落は7つ。で、設問形式はですね、こうバラエティに飛んでおります。で、皆さん、並び替え問題はですね、別に並び替えの動画がございますので、今日皆さん、それ以外のこの空小十問題と内容一致問題ですね。皆さん、これ全部行ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、一読をお願いいたします。さあ皆さん、まずはこの空欄一番でございます。よろしくお願いいたします。皆さん、これはリードウニャウニャという熟語でいけそうですね。ですから正解は5番ですよね。リードトゥでウニャウニャにつながるということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて内容一致問題でございます。まず第一段落と第二段落読んだ段階で選択肢1、2、3で、この下4番があるんですが、まずちょっと1番がですね、本文の内容と合ってるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん1番ですが、コスタリカの話は確かにこの辺りに書いてあるんですが、コンサーブとは言ってなさそうですね。さあ皆さん、続いて選択肢の2番ですね。これが合ってるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、アマゾンの話はこの辺りに書いてますよね。ですから読んでみると、アマゾンの森林は一掃されてしまいましたと。で、それは農場のために直訳すると皆さん、メイクウェイ、道を作るんですよね。ですから簡単に言うと、農場のためにアマゾンの森林を一掃いたしましたと。という内容と選択肢2番見比べていただけるとよろしいかと思います。もちろん本文の内容と合致しますよね。皆さん、アマゾンの森林、木々が切り倒されました。それは新しい農地を切り開くためですよね。ですので本文の内容、このあたりと合致しますのでバッチリです。さあ皆さん、続いての段落でございます。皆さん、注釈猛烈なという表現がございます。で、皆さん一読していただいて、今度この空欄2ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これはフォーカスウニャウニャで熟語ですよね。ですから正解は4番ですよね。フォーカスオン、うにゃうにゃに焦点を当てるということでよろしいかと思います。さあ皆さん、もう一つ内容一致問題がございます。皆さん、選択肢4つの中から正しいものを1つ選ぶという問題ですからね。皆さん、1つずつ行きましょう。まずは1番ですね。どうでしょう。皆さん、今まで読んできていただいて、商業的な利害関係の話はなかったですね。さあ続いて2番どうでしょう。皆さん、この三角括弧でくくったところがヒントになってそうですよね。で、もちろん意味は、世界の莫大な熱帯雨林に焦点を当てると。つまりどういうことですかっていうと、セーブですから救うんですよね。それは、残された森林を救い、そして新しい森林を育てるんですよね。ですから、そうすることによって皆さん、この気候変動のリスクを減らせるんですよね。ですから2番良さそうですよね。既存の熱帯雨林を救って、そして新しい森林を育てる。そういうことに役立つ、一役買うんですよね。で、それと一緒にアロングウィズ、既存の熱帯雨林も救うことがエッセンシャル、重要不可欠ということで本文と合致します。で、ちなみに選択肢の3番はダメそうなところを×してみました。もちろん気候変動と戦うために森林を一掃しちゃったらダメですよね。で、選択肢4番も世界の森林の3分の1を破壊しましたと。そういう話はなさそうでしたね。さあ皆さん、次の段落でございます。こちら皆さん、並び替え問題ですので、この後、回答を明示しますね。さあ、続いて空小十問題でございます。空欄 A、お願いいたします。
で皆さん空所の右側に to がついておりますが、皆さん選択肢眺めていただきますと、なんか全部 to がつきそうですよね。もちろん1番は所属している、2番は貢献する、3番は好むで、作詞で皆さん to つくと継承するとか引き継ぐですからね。でどれがいいんですかということですが、皆さんこの空所 A の左側と右側の関係性を考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん空所の左側は皆さん二酸化炭素を大量に放出してますよね。で空所の右側は気候変動でございますので、空所の前後で原因結果因果関係が起こってますよね。でその因果関係を示してくれるそういう選択肢といえばあれですよね。もちろん正解は2番ですよね。コントリビュート2ということでよろしいかと思います。ただしウニャウニャに貢献するという意味だけでやるとちょっとうまいことつながらないですね。皆さんコントリビュート2の前後が原因結果因果関係を導いているというのは皆さん気づいてますかね。皆さんこの例文見ていただいてどうでしょう。皆さん喫煙のせいでガンになってる様子が伺えますよね。ですからスモーキング喫煙が原因、その結果キャンサーということで、コントリビュートというの前後は原因結果になるんですね。さあ皆さん続いて第6段落空欄 B をお願いいたします。まず空所の右側に4がありますが、それとつながらない4番削りますね。もちろんトレードと言われたら誰それと取引をするので、どちらかというとトレードウィズですからね。そして皆さん3番のペイもお金を払うわけですが、ちょっとさすがにお金の話はしてませんからね。であと皆さん空所の右側いきなり前置詞でございますので、自動詞を入れないといけないですね。ですが皆さんブレイムは他動詞でございますので2番もダメですね。ですから正解は1番ですよね。皆さんアカウント4、有名な熟語でありましたね。うにゃうにゃの原因となるということでよろしかったと思います。さあ皆さん最終段落でございます。皆さん注釈、持続可能な、かなり大きなですね。でまず皆さんこの空所3番のところは熟語の知識でいけるかと思いますので、まずはそこからお願いします。もちろん正解は1番ですよね。 care about、 うにゃうにゃについて関心がある、気にかけるということでよろしかったかと思います。さあ今度は皆さん空所 C でございます。こちらの選択肢からお願いいたします。皆さんこれは空所の右側のムーブメント、運動でいけそうですよね。もちろん運動の動は動き、動かすんですよね。ですから人を動かして実行に移させる、そういう選択肢が見つかりますね。ですから正解は2番のドリブンですよね。駆り立てる、人を動かすんですよね。そういうところから皆さんムーブメントと言い換え可能ですね。さあ皆さん残りの空所3箇所ですが、選択肢こちらでございます。でまず分かりやすいのは空欄 E ではないかなという感じがいたしますので、ちょっと熟語の知識を思い出していただいて考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん空所の左側オンがいますので、オンとつながる選択肢がありそうですね。もちろん正解は2番ですよね。スケール規模、これで皆さんオンとセットで使いましたよね。オン、ウニャウニャ、スケール、ウニャウニャな規模でということでよろしかったかと思います。さあ皆さん続いて空欄 D お願いいたします。まず皆さん一つ目のヒントはこれですよね。コンスーマーズ、人から何かされるものですね。で皆さん空欄 C にもありましたが、借り立てるという表現もヒントになりそうですね。そうです、人から借り立てられたら感じるものがありますよね。ですから正解は5番ですよね。プレッシャー、確かに人から受けるもので、借り立てられるとプレッシャーを感じますよね。
そういったところから D に5ということでよろしいかと思います。さあ最後皆さん空欄 F をお願いいたします。まず皆さん空所の左側ロック閉じ込めるという話がございますので1番は関係なさそうですよね。センスは感覚ですからね。ですから閉じ込めるわけですからエリアとかストアレッジこっちにつながりそうですね。あとは皆さん限定されているのか長期間に及ぶのかということですね。皆さん次のヒントはサイザブルですよね。かなり大きなというふうに言ってますよね。ということは皆さんリミティッド制限があったら全部受け止められないですよね。ですから量が多いわけですから長期にわたって蓄えるんですよね。ですから4番が正解です。それじゃあお疲れ様でございました。東京理科大熟語が結構出てきましたね。ですので、ちょっと皆さんまとめてみたんですが、皆さんもしこの後です、よろしければ、もし知らないものがあればですね、ノートを取っていただいて。で、皆さんノートを取った後はいつも通りこれですね、赤シートで隠して、スラスラ言えるというところを皆さん頑張っていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんこういう感じで皆さん知識を足していっていただきますと、試験中に的中ということが十分考えられますので、頑張ってくださいね。